こんばんは。お疲れ様です。今日も靴の話をしていこうと思うんですけど、今日はちょっと短めの動画になるかなと思います。実はですね、証拠にもなく、また新しい靴を買ってしまいました。こちらなんですけど、また改めて、動画を撮ろうと思うんですけど、これを開封していつものようにちょっと見ているときに、あ、そういえば新品の靴ってこうだなというところが一個あったので、ちょっと動画にしようかなと思いました。ですね、右足はもうやってしまったんですけど、靴紐の通し方ですね。新品の靴ってこっちはもう直してますけど、こっちのようになっていることが多いと思います。これどうなってるか分かりますでしょうか。まあ、なんていうんですかね、パラレルとか、アンダーラップ、オーバーラップなのかっていう、今はそういうことではなく、一番最後のここなんですよね。こう、この二つ何が違うか、というと、こっちは一番上の穴、下から通ってますよね。下から、こっちも下から、こっちも下から。そして、こうやって外に出して、もう通常通りに結ぶと、このように結ぶことができますと。はい。で、一方、こっちですけど、これ、もう今出したばっかりで、何もしてないですけど、これ、このまま結んでしまう人がいらっしゃるんですよね、たまに。この前ですね、私、友達が、結婚式で家の近く遊びに来たので、一緒にご飯食べたんですけど、その時、入ってた友達もこんな結び方でしたね。このまま結ぶと、結び目が浮くんですよね。この紐のここの遊びができますよね。浮くっていうか遊びができるんですよね。ちゃんと締めることができない。このまま結んでしまって、こうするとここで結ぶと、わかりますかね、紐のここに遊びができてしまうんですよね。なんかちょっと履いててもギュッと縛った、締められた感じがしないですし、フィッティングにもちょっと影響してくる部分かなというふうに思います。なので、新品の靴でこういうふうに、紐が通ってる時っていうのはやっぱり直してあげた方がいいと思います。どうやって直すかというと、片方だけ抜きます。今回で言うと、こっちは下から通ってるので、こっちを外してあげます。こっちを外してあげる。そしてこっち側を下から出してあげる。はい、そうすると、ん？なんかおかしい。あ、おかしくないか。大丈夫か。いや、おかしいな。ちゃう。紐がこっち下を通さないかんですね。下をっていうか上を通さないかんですね。失礼しました。こっちが上から入って、こっちが上から今入っていたのを抜いて、逆側の方、こちらを内側から通してやると。ああ、裏がハトメついてますね。へえ、なるほど。丁寧な作りですね。いい靴なんですよ、本当に。これまたちょっと後日わざとらしく開封動画を上げますけど、これで両方とも下から通った形になりました。これでこちらの足と同様に綺麗に結ぶことができます。こう新品の段階で初め映ってたように、片っぽ上から入って、るんだから、靴屋さんがこうそうして初めからそうしてるんだからいいんじゃないかっていう
ふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、ただ単純に置いてる時に紐が5本ピュッ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 ってこう入って置かれてる方が見た目がいいから、そのように結ばれてるだけなんですよね。本来、靴紐を結ぶ時はこうやって、通した方が、ギュッとしっかりと結ぶことができるので、新品の靴を買われた際にはですね、こういったことも気をつけていただけるといいのかなというふうに思います。靴あまりご興味ない方とか、このこういうところってあまりご興味ないかもしれないですけど、なんかちょっと靴が今一つピタッと合ってないなと思われている方、明日の朝ですね、ちょっとこれ見ていただけると、もう本当1分ぐらいでできますので、あ、紐両方とも外側から通ってて紐結びにくかったわみたいなことがあるかもしれませんので、ぜひですねちょっと見ていただければなというふうに思います。はい、なんかあれです、靴、新品の靴開けた時に、あ、そういえばこんなことあったなと思ったので、とりあえず動画にしてみました。はい、次回はですね、この靴のご紹介みたいなことを、していこうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。